県内のレギュラーガソリン平均小売価格は百八十三円で三週ぶりの値上がりとなっています。石油情報センターによりますと、今月八日現在の県内レギュラーガソリン平均小売価格は一リットルあたり百八十三円で前の週より零点九円上がりました。三週ぶりの値上がりで全国では三番目の高さです。 ハイオクも0.9円上がり194円軽油は165.9円と1.2円の値上がりとなりました灯油18リットルあたりの店頭小売価格は7円値上がりし2044円です石油情報センターは値上がりの要因について原油価格値上がり分の転嫁が遅れたためと分析しています